FIFAU-20 女子ワールドカップは国際サッカー連盟が主催する20歳以下のナショナルチームによる女子サッカーの世界選手権大会である。多摩数年に開催される。2002年の第1回大会は19歳以下の選手が出場する FIFAU-19 女子世界選手権であったが2006年の第3回大会から 出場年齢制限が20歳以下に変更されて FIFAU-20 女子世界選手権となり2008年の第4回大会から大会名称が U-20 女子ワールドカップに変更された。これは FIFA が主催するナショナルチームによる世界選手権大会の名称を統一する措置によるものである。第6回大会では開催地が 当初の予定地であったウズベキスタンから日本へ変更されて開催された。第7回大会は 2015FIFA フフ女子ワールドカップの開催国でもあるカナダで開催された。女子ユース世代では初の世界選手権 2002FIFAU-19 フフ女子世界選手権はカナダで開催された。決勝戦はアルバート州エドモントンのコモンウェルススタジアムで行われ、 4万7000人を超える観客が来場した。アメリカ合衆国が延長戦でのリンゼイ・タープリーの得点で1から0で開催国カナダに勝利し優勝した。カナダ代表のクリスティン・シンクレアが大会最優秀選手賞と大会得点王を獲得した。2 0 0 4 f i f a ス1 9女子世界選手権はタイにて開催された。決勝戦は バンコク都内のラジャマンガラスタジアムで行われ、ドイツがジモンネラ・ウデアーとメラニー・ベイリンガーの得点で中国に勝利して初優勝した。ブラジル代表のマルタが大会最優秀選手賞をカナダ代表のブリタニー・ティムコが大会得点王を獲得した。2006FIFAU-20 女子世界選手権はロシア国内にて8月17日から9月3日まで開催された。 この大会から FIFA フフは年齢の上限を従来の19歳から1歳上げて20歳とした。大会はモスクワ市内の3会場にシチョルコボ市内のポドモスコビとサンクトペテルブルク市内のペトルフスキーを加えた5会場にて行われた。ロコモティフスタジアムにて開催された決勝戦は北朝鮮と中国のアジア勢対決となり北朝鮮が キム・ソンヒのハットトリックを含む5得点を挙げて中国に勝利し初優勝した。準優勝した中国の馬赤月朝日が大会最優秀選手賞と大会得点王を受賞した。2008FIFAU-20 女子ワールドカップはワールドカップの名称が初めて大会名称に用いられた大会であった。チリ国内にて11月20日より開催された同大会では 1> 第1回大会優勝チームのアメリカと前回大会優勝チームの北朝鮮による決勝戦となりアメリカがシドニー・ルルーとアレックス・モーガンの得点で2から1で勝利し優勝した。ルルーが大会最優秀選手賞と大会得点王を受賞した。2010FIFAU-20 女子ワールドカップはドイツ国内にて2010年7月13日から8月1日まで。 開催された。ビーレフェルト市内のビーレフェルダーアルムにて行われた決勝戦では開催国ドイツとナイジェリアとの対決となり、ドイツがアレクサンドラ・ポップの得点を含む2得点で勝利し優勝した。ポップが大会最優秀選手賞と大会得点王を受賞した。2 0 1 2 f i f a ス2 0女子ワールドカップはウズベキスタン国内での開催が決定していたが、 施設等が基準に満たない等の理由により、FIFA は2011年12月に、同国での開催を取りやめ、他国で代替開催することを決定した。代替開催地として挙げられた日本国内で、競技の末、翌2012年2月に日本での開催が正式に決定した。東京都の国立霞ヶ丘競技場にて行われた決勝戦は、 前回大会優勝国のドイツと2008年大会で優勝したアメリカとの対決となりアメリカがキーリア・オア大敗の得点で1から0で勝利し優勝した。準優勝したドイツのジェニファー・マロジャンが大会最優秀選手賞をベスト8に入った北朝鮮の金オン・が大会得点王を受賞した。2014フィーハーユ -20 女子ワールドカップは カナダ国内で2014年8月5日から8月24日まで開催された。決勝はモントリオールでドイツ VS ナイジェリアで行われ、ドイツが延長戦の末、1から0でナイジェリアを下して2大会ぶり3度目の優勝を飾った。得点王は7得点のナイジェリアのアシサとオショアラが大会最優秀選手とのダブル受賞となった。ありがとうございます。